はい、こんにちは、佐々木です。今日はね、ステンシル、僕が先日買ったね、開く PC バッグ、そちらの方に前に、缶バッジをつけて、それから、まあ、ステンシルもねちょっとしたいなというお話をしてたと思うんですけど、まあ、それをちょっとしてみたんで、まあ、そちらの紹介をしたいと思います。はい、このね開く PC バッグ、これですよ。これ今大人気ね。もう今買っても来年の3月にならないと手に入らないというね、大人気のバッグです。これ本当にいいですよ。はい、これね、もう買ってからどれくらい経つかちょっと忘れちゃいましたけど、毎日使ってますけど、これはぜひ手に入れてください。来年3月であってもね。はい、まあちょっとね、この缶バッジ、これでかすぎる缶バッジがもうでもだんだんね自分の中では慣れてきましたんで、はい、これはこれでありかなと思ってそのままつけております。はい、じゃあのステンシルの方ですね、お見せいたします。ジュ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 ドン。はい、こんな感じ、全体像としてはこんな感じでございます。まあこちらの方にねワンポイント入れてみました。どうでしょうか。まあシンプルでね、まあ、これぐらいがいいかなと思って、ローカルベースと入れてあります。まあこれでね、まあ僕のだっていうことがね一目見てわかるバッグになったんじゃないかなと思います。いい感じでしょ、ね、結構ね、だから、まあ、前の動画でも言いましたけど、結構このバッグ自体がとてもねシンプルなデザインなので、それ単体でね持ってるとどうしてもやっぱり個性がないので、ちょっと物足りないなとちょっと思っていたので、まあそれでこのデカすぎる缶バッジをつけて、それプラスね、あとこうねステンシルを一応してみました。はい、これでね僕だけのバッグね、もう一目見てわかるというバッグになりました。どうでしょうかね、皆さんもねやってみたらいいと思いますよ。はいはい、こんな感じでございます。はいはい、でね、もう一個やりました。まあこれもね、まあ、動画上げましたけど、ソニーの、HDR-MV1、まあ、来月ね到着するんですけど、まあ、それ用にケースをね、買ったという動画上げたんですけど、そのマンフロットの、デジカメケースなんですけどね、そこにもちょっとステンシルを施してみました。もう完全にねステンシルの神とかしてますからね、僕はね。はい、ではお見せいたしたいと思います。はい、こちらです。ジュードン。はい、見えますかね。はい、これで見えますね。はい、ここにね HDR-MV1 とステンシルをしてみました。どうでしょうか。この全く個性のないデジカメケースがですね、まあちょっとしたねアクセントがついて、いい感じになったんではないでしょうか。いいですよね。はい、まあなんかこういうちょっと一見ね、シンプルなデザインなものに、まあ、何かしらちょっとワンポイントね自分でちょっと付け加えるっていうのはとても、まあ愛着を持ってそのものを使うっていうことも含めてね、まあ、とても有効ではないかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、ということでね、今日は開く PC バッグの方とこれね、はい、あとはこのソニーの HDR-MV1 用に買ったケース、まあ、それにねこうやってステンシルを施してみたという動画でございます。はい、皆さんも参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。